おはようございます。ベースエディングシュ英語コーチの中尾正弘です。今朝はですね、英語を聞けない、リスニングがあまり、上手ではないっていう方へのアドバイスです。リスニングができない原因っていうのは、いろいろあるんですけれども、まず一つは語彙、単語ですね、単語とか表現、それを正しい発音で、覚えていないってことですね。単語は読めばわかるんだけれども、しっかりとした、アクセントがどこにあるか、どういった発音で、その単語を発音するかっていうことを正しく、身につけていないっていうことが一つ。あとはですね、もう単純に、文法を十分に使いこなせていない。読めば、文法はできる段階だけれども、理解できるけれども、耳で、文法にこう理解できるまで、そのレベルまで習熟していないというところですね。単語と文法で、あとはですね、もう基本的に、ある程度読める、文章が読める方でしたら、コミュニケーションは相手がいてこそ、成り立つものですので、相手に、ゆっくり話してもらってもいいですし、その自分が聞き取れなかった単語を、解説してもらってもいい、別の言葉で言い直してもらってもいいですし、自分がフィードバックを与えながら、これはこういう意味ですか、あなたはこういうふうに、言っていると理解していますか、それで大丈夫ですかっていうように、コミュニケーションのやり取りの中で確認しながら、進めていくことができますので、語彙力とリスニングはつながっていますし、文法とリスニングもつながっています。ですので、その語彙と文法がしっかりできていると自分で感じていらっしゃるようでしたら、ぜひコミュニケーションの中で相手に依頼する、相手にもう一度言ってもらったり確認しながら、自分の理解を確認しながら進める、そういった相手とのやり取りをぜひ、楽しんで、コミュニケーションを進めていただければと思います。そうすることで、リスニングはもうぐっと伸びていきますので、そして、言葉の中で相手の言っていることを理解できるようになってきますので、そうするともう自然とリスニング力は上がってきます。ですので、リスニングができない方こそ、コミュニケーションを多く取って、コミュニケーションを楽しみながらリスニング力を上げていただければと思います。それでは頑張ってください。失礼します。